これね、横ボタンがね、上ボタンになっちゃうんですよね。コントローラーちっちゃいからね、どうしてもそこはね、操作性に難があるんですよ。上、上、下、下、上、下、BA、スタート。あ、できましたね。これ。これね、前回やったときね、ちょっと録画に失敗しましたんでね、今回ちょっと確実にやりたいと思いますんで、録画に失敗って言ったらおかしいけどね、ラスボスの第2形態だけ取れなかったんですね。切れちゃったんですよ、途中で。タブレットのね、ちょっと容量のね、関係でね、途中で切れちゃったもんで、ちゃんとそこをね、また今回はね、もう一回取りたいと思います。はい、これ最初面なんですよね。いやでもね、500タイトルも入ってるのに同じゲームばっかりやってますよね。どうしてもそうなっちゃいますよ。知らないゲームをやらないですよね。やっぱ知ってるゲームしかやらないですよね。そういうもんですよ。まあ知らないゲームでもね、面白そうなんがあればね、やってみてもいいんですけどね。基本的に知ってるゲームやっちゃいますよ、どうしてもね。うん。これね、ダメージ受けないんですよね。改造ゲームなんで。本当はちゃんとね、ダメージ受けたら、ヒットポイントが1減るようになってるんですけど、これ減らないんですよ。だから、かなりね、優しい作品になってますね。原作よりはね。これ必殺技ですね。必殺技もね、下に7回って出てますけど、何回も使えますから、これはね。減らないんですよ。ほら。本当は減るんですけどね。使いますからね、何回でもね。これだいぶ違いますよね。もうやったらもう敵全部必殺技で倒せもたらいいんですよね。こうやってその方が楽でいいんですよ。やりづらいな。コントローラーちっちゃいから。ここ強制スクロールなんですよね。横ボタンがな、なんか知らんけど上になったりしてしまったりするんでね、さっきみたいにね、その必殺技出さなくていいところでも出てしまったりするんですよ。やばい、これ食らう。でもあれ減らないですよね。減ってないぞ結局はね。ほらほら、今必殺技出ましたね。これ上押しながらが必殺技なんでね、出さなくていいとこで出ちゃったんですよね、今ね。これ回復ですけどね、減ってないですけど結局ね。あ、食らった。でもまあ減ってないな。うん、結局減ってないですよね。あれなんちゃうの、減らないんやったらもう食らいながら行ってもいいんちゃうのこれ。うん、めんどくさいからね、こうやって。あ、でも減ってるわ。ある程度食らったら減るようになるんやね、これ。あ、減ってるわ。あ、そうか。つうことは多分ね、ヒットポイント2メーター分あるってことかな。一応6メモリあるんですけど、6メモリありますけど、12個あるっていうふうに考えればいいのかな。2つ分ぐらいあるってことかな。2つ分というから、なんていうのかな。2倍ヒットポイントがあると考えた方がいいのかな。多分ね。今減ってましたもんね。無敵ではないってことか。減ってましたね。
で、終わり、これで終わりですね。この辺にボーナスステージがどっかにあったんですけどね、どこでしたかね。なんかどっかこの辺にあった気がするねんけどな、ボーナスステージが。わかんないな。この辺にあったんですよね。ないかな。あ、これ取れた。うわ、食らうな。ほら、減って、今減りも始めましたからね、ヒットポイントが。ある程度食らったら減るようになってるんですよね、これね、多分。はい。いよいよクライマックスになります。まあ、今回はね、録画が切れることはないと思いますね。前回やったときはね、容量がもうなかったんでね、タブレットのね、だから切れちゃったんですけど、今回大丈夫ですね。はい、これ一応ね、中ボスみたいなもんですね。こうやって、あれ？こうやってやってるんですよね。5回当てたら倒せるんですね。はい。はい、これ必殺技ですね。何回でも打てるってことですね、これもね。これも同じですね。あ、必殺技が出た。必殺技だと3回で倒せるんですね。これ回復ですね。はい、3回で倒せるね。はい、これでラスボスですね。飛び道具がないのか。波動拳みたいなね、飛び道具があるんですけど、今回ない状態ですね。これ一応ラスボス第一形態ですね。あ、連発で打ってきよったな、こいつ。しかもこれ減らないからね、何回も打てるからね。繰り返しなんでね。このボスのね、この BGM 好きなんですよね。ボス戦の音楽ね、神曲ですね。なかなかしぶといな。しました。これで第二形態ですね。前回この辺でこの姫が出てきたところでね、切れちゃったんですね。はい、行ってくるぜっつってね。姫が可愛くなってるんですよね。なんかチャイナドレスして。で、ここからが、真のラスボスで、ラスボス第二形態、波動拳が打てるようになってますね。飛び道具ね。あとこれで、はい、倒しました。可愛くなってるね。チャイナドレスになってね。チュンリーみたいなね、感じで。襲撃ですね。
まあ、クローバーですね、あとはね。まあ、これマリオの顔になってるってのがね、なんか変ですけどね。でもよくね、改造されてますよね、これね。もうマリオの顔以外はもうゲームはほとんどね同じなんでね。あとははね、何回もクリアしてるんだよね。ハドソンってなってますね。